おはようございます。こんにちは。こんばんは。おやすみなさい。さきののやんです。今日は、保育士試験過去も、令和5年後期、保育原理問い後の解説を行いました。今回は、不適切保育ということで、近年体罰とか問題になっているんですけども、何が不適切保育になるのかっていうのをしっかり見ていきたいと思います。それでは、どうぞ。2023年後期、保育原理問い後。 次のうち、保育所における保育士の子供への対応として、保育所保育指針第1章、相続第2章、保育の内容に照らし、適切なものを丸、不適切なものを罰とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。A、1歳児が多ジに噛みついた時に、その子の手をつねり、いけないことだと伝えた。B、悔しくて涙を流している4歳児に、赤ちゃんみたいに泣かないの、と伝えた。 C、5歳児が昼食のおかわりを希望しても、前日に昼食を残したからあげることはできないと伝えた。2> D、2歳児が園外での散歩の際、車道に出ようとするのを、とっさに後ろから抱きかかえて止めた。この問題正解は4番のバツ、バツ、バツ、〇です。今日も深掘り解説頑張りましょう。この問題のポイントは、適切保育について理解ができているかどうかです。 適切保育というと、体罰を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。体罰というのは、父母や教員など、子供や生徒などの管理責任のもとにあると考えられる相手に対して、教育的な名目を持って肉体的な苦痛を与える罰を加えることです。なんでできてないんだと言ってバシンと叩くというのもあからさまに体罰ですし、廊下にバケツを持って立たせるとか、正座で長時間座らせておく、校庭を何周走らせるという罰も体罰に当たります。 叱ることを、急を据えるなんて言いますけれども、お急を据えるというのも今は体罰です。体罰に関して、保育所保育指針では記述がありません。保育園に関して禁止が書かれているのが、 こちらの法律ですね。児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律。この中で1番、児童の親権を行うものは体罰を加えてはならない。それから必要以上に懲戒してはならないという記述がありまして、2番のところですね。児童相談所長、児童福祉施設の長。つまり、保育園は児童福祉施設ですので、こちらに含まれます。 看護・教育及び懲戒に関し、必要な措置を取ることができる児童に対し、体罰を加えることはできないとされています。また、学校教育法では、校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣が定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできないとはっきり書かれています。では、問題文を一つ一つ見ていきましょう。 A、一歳児が家事に噛みついた時にその子の手をつねりいけないことだと伝えた。 こちら一歳児ということなので、一歳以上三歳未満児のところを見ていくことになります。で、この中で人間関係について、一二歳の子供というのは身近な人と関わる心地よさを感じる。そして周囲の子供等への興味や関心が高まり、関わりを持とうとする。また、自己と他者との違いの認識がまだ十分ではないことから、子供の自我の育ちを見守るとともに、保育士等が仲立ちとなって自分の気持ちを相手に伝えることや、 相手の気持ちに気づくことの大切さなど友達の気持ちや友達との関わり方を丁寧に伝えていくことというのが保育指針に書かれています問題文の一歳児ですが他人に噛みついたということでおそらくおもちゃを取られたりとかしてでその子に嫌だという気持ちを上手に伝えられずにガブッと噛みついてしまった嫌だという気持ちを噛みつくことで表現してしまったという感じかなと思うんですが保育士は今こういう気持ちだねっていうその子への共感とか嫌だっていうことを気持ちで伝え とかそういうふうに伝えていかなければなりませんので、その子の手をつねりいけないことだと伝えたというのは間違いになります。それ以前に子供の手をつねるっていうのは体罰に当たりますので、A は罰となります。続いて B、悔しくて涙を流している4歳児に赤ちゃんみたいに泣かないのと伝えた。 こちらは4歳児ですので3歳以上児の項目を見ていくことになります。情緒の安定の部分には子供の欲求を適切に満たしながら応答的な触れ合いや言葉掛けを行う。一人一人の子供の気持ちを受容し共感しながら子供との継続的な信頼関係を築いていく。また、保育の内容の部分には子供が保育士等や他の子供との温かい触れ合いの中で自己の存在感や充実感を味わうことなどを基盤としてしなやかな心と体の発達を促すことになります。 と書かれています。この4歳児、仮にゲームとかで負けてしまって悔しくて泣いてしまったという時に、この保育所保育指針の内容からいくと悔しかったね、次頑張ろうねみたいな言葉掛けが必要かと思うんですが赤ちゃんみたいに泣かないのというのは子供の気持ちを受容せずにずっとけなしているような言葉になってしまいます。よって B もツとなります。 続いて C5 歳児が昼食のおかわりを希望しても前日に昼食を残したからあげることはできないと伝えたこちらも5歳児ですので3歳以上時の内容になります情緒の安定の部分では子供の欲求を適切に満たしながら応答的な触れ合いや言葉がけを行う また、健康の部分には、一人一人の子供の生活リズム、発達過程、保育時間などに応じて、活動弾用のバランスや調和を図りながら、適切な食事や休息が取れるようにすると書かれています。5歳児ですので、お腹が空いているかどうかの判断というのはできる年齢かと思います。で、その5歳児が昼食のおかわりを希望しているので、与えてあげなければいけないんですが、前日に昼食を残したからということで、その子の生活のリズムを見てあげられていないかと思います。また、食事 を十分に与えないというのは先ほども言った体罰にあたる可能性もありますよって c も罰となります最後 d です2歳児が園外での散歩の際車道に出ようとするのをとっさに後ろから抱きかかえて止めた こちらは用語のところですね。生命の保持の部分に一人一人の子供が健康で安全に過ごせるようにする。また2歳児ですので、1歳以上3歳未満児の部分なんですが、健康安全な生活に必要な習慣に気づき自分でしてみようとする気持ちが育つ。ということで、また2歳児ですので安全の判断難しいですよね。車道に出るっていうのは命の危険があることですので、とっさに後ろから抱きかかえて止めるというのは正しい判断かと思います。 よって t が丸となります。では問題文に戻ります。保育原理の問い語。この問題は×××丸で4番が正解となりました。何が体罰に当たるのかというところと、この対象の子供の年齢ですね。確認していくと解けた問題かなと思います。今日もお疲れ様でした。